人を殴れると思うとワクワクしてますね。오늘도일본의길거리파이터들에관한내용입니다도쿄요코하마오사카기타칸토등다양한일본의지역에서실전길거리싸움꾼들을통해지역대표를선발하는영상들을여러분께소개해드렸었는데요굉장히다양한일본의길거리싸움꾼들이실제싸움을볼수있었고오늘은이러한과정을통해모집된각지역대표싸움꾼들이본선을위해한자리에모였습니다이중에서오늘은오사카팀과요코하마팀의대결영상을보겠습니다はい、それでは各地域の喧嘩自慢に登場してもらいましょう、まずは大阪からお願いします。これから対戦カード決める予定だったんですけどもう決まってますねこれ横浜と大阪がだいぶ大喧嘩したんでね今からやりますか横浜対大阪やりましょう。石の上にも3年そろそろ花咲かすとき来たんじゃねえのかってそこら辺のやつ全員ボコボコにして買ってやるから一躍有名人になっちゃいますよろしく深い言うたら俺やなっていうので応募したい仲間の思いや背負ってるからまあ男としてもう生き切ったろう思って九州横浜北関東相手にならへんはい余裕だよ余裕これが大阪やぞ。よっしゃナイスや。俺勢い乗ったぞ勢い。ってバッチバチに殴り合うっすね。足味で喧嘩っすね。試合しろうかなと思って。喧嘩しろうかな。じゃあ行っちゃってくれよ。ガイリ余裕だよ。お前ならいける。いけるさ。いける。冷静に。大阪前で2つ勝ってもうたな。あ、もう全勝だわ。
兄貴ナイス。ナイス。おい兄貴、向こうの監督静かなってますよ。静かだな。さっきまで見せとけたね。どうなんでしょう。横浜静かになってるけど大丈夫？はい、よっしゃいよ。喧嘩は数えてないですけど、まあ負けたことないんで、ただ絡んできたらやるだけなんで、そいつをボコボコにしますよ。いやまあそこら辺なんか喧嘩自慢言うてるから、うん、ほんな喧嘩自慢通るかなと思ってできただけです。大輔、お前は絶対いける。カウンター入るぞ、こいつら。はい、もうだけしかいけない。ええ、頼もしい。さあ。トン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 じゃねえ。に勝てる、おいで待ってるよ。負けることがない、それは断言します。殴っても勝てる、蹴っても勝てる、喋りも勝てる、それが大阪じゃ。おい、決勝間違いなく行くぞ。まあでも大将戦やりますか。そうですね。人を殴れると思うとワクワクしますね。チーム大阪ってことで絶対に負けさすわけにいかないですよ。喧嘩はまあぼちぼちやってますけど、なんかそんな覚えてないです。でまあ地下学、33戦32勝の1敗。あら向こう静かなってきたな。せいよビビって、お前葬式か、葬式撃たすわ。おらさあ見とけよ大阪の核弾頭。今から本当の葬式見してやるからよ。一人死ぬからよ。よし冷静冷静に。おめっこいよ。